はい、こんばんは、トムランチです。今日はこういうふうに動画を撮り始めてから初めての試みで、自分で自分と共演をしてみたいと思います。まあ、やる曲はオリジナルなんですけどね。で、歌は歌で別に動画を撮ります。この動画はそれの、構造というか仕組みというか、あと曲の紹介というか、そんな感じになりますが、やる曲はですね、自分のオリジナルで、あの頃の歌っていう、40代半ば以降の親父のノスタルジーを歌った曲でございます。その世代が二十歳そこそこぐらいな時のことを歌った歌ですかね。その曲やります。で、この曲がですね、完成形が、ギターとオルガンのシンプルな曲になってまして、やるにちょうどいいかなと思いましてね。はい。それで、音の出る構造ですけども、ボーカルと、この曲が、アルペジオの、フィンガーのギターとストロークのギター、メインボーカル、コーラス、それからオルガンと、5つのパートでできてるんですけど、今日この動画を撮りながらやるのはメインボーカルとフィンガーのギター生でやります。で、MTR に入ってるこのアルペジオと、メインボーカルをオフにして残りの音を出してやると。で、合わせると、こんな感じにする。これも MTR のね、使い勝手の一つだと思います。動機っていうんですかね。はい。です。で、あれさっき言ったっけ。マイクは、今映ってませんが、ここに、ローランドのミニアンプがあるもんで、マイクは、アンプに直つなぎ。それからギターも、今日、ヤイリ使いますけど、ヤイリを、ミニアンプに直つなぎします。それで、MTR ですね。これが今ね、そのあの頃の歌っていう曲が入ってるプログラムを出してるんですけども、8個ね、トラックあって、6個使ってるんですけど、この曲は。1番に、フィンガーのギター、3番に、ボーカルが入ってるんで、1番と3番をオフにしてあります。で、2番にストロークのギター、4番に、コーラスで、5番6番でオルガンが入っているので、これだけオンというかアクティブにしてね。で、アウトプットからローランドのミニアンプに行ってます。これで音出ますし、と同時にヘッドホン、これがいいんですよね。ヘッドホンで聞きながらも外で音も出るんでね、耳で音を聞いたの聞きながら外に音出せると、これもいいですね。よいしょ。そうすると、ヘッドホンの中だけメトロノームになってるんですよね。外には音、メトロノーム出ないんで、そんな感じで撮ります。いつもは動画、歌動画撮った後こういうの撮るんですけど、今日は逆でね、歌動画撮る前にこれを撮ってます。いろいろと、収録環境の都合がありまして、はい。そんな感じでね、やってみたいと思います。あとは曲がね、40半ば過ぎ男の、ノスタルジックなんて言ってますけど、あれですよ。一番のポイントは、ほら、まだね、携帯電話がね、出てましたけど、まだ携帯電話持ってる人が半々ぐらいじゃなかったですかね。ほいでさ、彼女とかとやりとりがまだ固定電話でさ、ね、お家に電話かけてお父さんが出たらどうしようとかって、そんな時代の最終期だったんですよ。
携帯電話もないしね、当然インターネットなんかもないしっていう、本当にそう考えるとね、その10年20年でねものすごい激変してるんだななんてことも考えながら作った曲なんですけどもね、そんな、はい、ちょっとね甘酸っぱい、まあ自分的には甘酸っぱい、若かりし頃の歌なんですけどもね、まあ ラブソングほどいきませんけどね、まあこれはこれを聞いた嫁が、あれ私の時携帯あったよねってボソッと言われてね、そうでしたっけ、その前のね話なんで、だからラブソングめんどくさいんですよ、ね、まあ、そんなこんなもありますけど、まあそんな歌をね、使ってやってみますんで、まあ、順番的にはどうしましょう、アップの順番が難しいですね、歌動画出してこれをつけようかな、まあ、どっちが、まあ、見てくださる方はどっち先見るか分かりませんけど、そんな感じでやってみたいと思います。ちょっとこのシリーズね、少しできる曲あるかと思うんで、かなりの数 MTR でパート分けして自分のオリジナル撮ってるんで、ちょっとね、まあ、こんなんもやってみようかなと思います。思いついた第1弾でやってみます、もしくはやってみました、はい、まあ、そんな仕組みでね、まあ、実際の時系列的にはこれからその歌を撮ってみたいと思いますんで、ちょっと頑張ってやってみたいと思います。はい、ということで今日の歌動画の、で歌う歌の紹介と、まあ、どんな風に撮ったのかっていう、解説動画でございました。ぜひぜひ歌動画の方ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。